ゾディアックはスイスの高級時計メーカーである。現在はホッシルグループの参加。1882年アリステ・カラメはスイスのルロックルに時計の製造工場を設立。元の社名はアレストカラミで後にゾディアックに変更した。1928年フラットポケットウォッチを一般発売され独自のゾディアックキャリバー1617ムーブメントを 使用している。1930年自動スポーツウォッチを設計及び製造し、その後人気のゾディアックオートグラフィックを製造した。オートグラフィックはパワーリザーブゲージ、壊れないクリスタル、ラジウムダイヤルを備えた自動巻き時計である耐水性と耐衝撃性も備えている。1953年20気圧防水のシーウールフを発表。 1970年赤いドットが人工衛星のように文字盤を回るアストログラフィックを発表。1970年代左右非対称ケースを採用したオリンポス自動巻きを発売。1990年タグホイヤーのウィリー・ガッド・モニエがマントラ・ゾディアック・ SA を買収したが、マントラ・ゾディアック・ SA は1997年11月に倒産した。 1998年ゲナン,ンダー社の参加になる。2001年10月1日ホッシルグループは約470万ドルでゾディアックブランド名の世界的な権利を取得した。2002年4月スイスのバーゼルワールドオッチ賞で新たなゾディアックラインが発表された。2010年2月ホッシルグループは ZMX ラインを立ち上げた。 2015年2月シーウルフモデルが復活し、1954年モデルのヴィンテージ風バージョンをスキンダイバーとダイバーの2つのエディションで再発行した。2018年英国軍用時計として開発、製作されながらも正式採用されなかったゾディアック、ゾディアックのオリンポスミルタリー自動巻きを限定復刻2019年アストログラフィック誕生50周年。 記念限定モデルを発売。1960年代に発生した未解決連続殺人ゾディアック事件では犯人が犯行声明の手紙にゾディアックのシンボルマークを記載していた。1991年事件の容疑者であったアーサー・リー・アレンが家宅捜索された際、彼はゾディアック社の腕時計を着用していた。この事件を題材にした2007年の映画 ゾディアック内でも、ジョン・キャロル・リンチ・エンズル・アレンは、ゾディアック社のダイバースウォッチ・シー・ウルフを使用している。アメリカのハードロックバンド・オキッスのドラマ、エリック・シンガー、エリック・シンガーとの共同開発モデルを複数発表。ありがとうございます。